2022年は英検とキャセックをうまく活用できた人が英語力が上がるかもしれませんこんにちはやり直し英語達成道場師範大の新谷ですえ今日のテーマは2022年に英検キャセックがおすすめな3つの理由というテーマでお届けしていきますえまずですね2022年ですね英語学習者にとっての最大のハードルというのはこれになると思いますモチベーションが保ちづらいということです まあこれは2020年2021年にもね言えたことだと思うんですが、まあ、2022年も引き続きこれですね海外旅行とか留学がすごくしそらくこの状況というのはある程度長く続いていくんじゃないかなと思っています。でつまりこれができなくなるということは英語を使うチャンスが減っているということです。で英語を使うチャンスがないとどうしてもやっぱりモチベーションは保ちづらいということですね。 なので自分から積極的に工夫しながらえ趣味の世界と英語を結びつけたりしてえモチベーションを保っていく必要があります。まあ、とはいえですね、まあ、一番手軽なこの海外旅行ができないという状況だとやっぱり英語を使うチャンスってね減ってしまいますのでどうしてもモチベーションが保ちづらいですで。そんな時に英語力を見える化してくれるテストというのがすごく役立ちます。 でもちろんねテストじゃなくても英会話レッスンがあるじゃないかと思われるかもしれないんですが、まあ、英会話レッスンといううのは日によよってでできた感が違うんですよねで特に例えばオンライン英会話レッスンなんての場合だと、まあ、1日1回とか毎日受けてる場合ですと本当に「昨日うまくいったけど今日はダメだ」とか「まあ、今日はすごくうまくいったけど明日駄目だった」みたいな感じでアップダウンが激しいんですよね。で話す相相手先生との相性によっても できた感は変わりますし、まあ、話が盛り上がる盛り上がらないみたいなのはかなり相手に依存する部分があるのでなかなかねえ「最近調子いいぞ」みたいなこういうね「ずっと上り調子だ」みたいな感覚っていうのは味わいづらいので結構モチベーションを保つのはね難しいっていう声をいただくことが多いですね。 であともう一つ英会話レッスンというのはどちらかというと日々のトレーニングになりますのでその上達実感を味わうためのツールとして考えた場合は、まあ、日々やってるものなのでわずかな変化しか感じられないんですよね。どちらかというと、まあ、この海外旅行のように年に12回とか、まあ、その程度ですね、まあ、かなり間隔を空けて経験する英語を使うチャンスというのがある場所の方が普段のトレーニングの成果を 実感しやすいんですよねですが今それがなかなかやりづらくなっているということででその代わりになるのは英語テストということですねなので英語のテストを受けることによって自分の英語力の変化というのを感じやすくなりますまあ、特に同じ例えば英検だったら同じ級を受ければ同じレベルの中で問題が出題されますので以前と比べて理解度が上がってるっていうのをね感じることができると思います 英検は大人から子供まで日本人だったらおそらく誰でも知っているんじゃないかなっていうぐらい有名なテストですよね。そしてキャセックはそこまで知名度は高くないんですがえ、最近ですね。受験者の数がどんどん増えているというテストになります。 まあ、キャセックも英検も同じ英検協会が作っているテストなんですが、まあ、キャセックの方はもう完全オンラインという形ですもう結構前からですねもう最初できた時からずっとオンラインテストとして開発されてますので、えー、ずっとですねオンライン上で受けられる英語テストとして進化してきているというものがキャセックになりますで英検の方は紙ベースのテストなんですが最近はですねコンピューター化されてオンラインで受けることもできるようになったというものですね でこの二つがおすすめな三つの理由というのをお届けしていきますえもちろん他にもですね英検とかキャセック以外にもいろんな英語テストあると思いますまあ多分一番有名なのは TOEIC ですよね TOEIC ももちろんいいんですが TOEIC はですね結構その初心者レベルっていうんですかね初中級者ぐらいの方が受けるともう凹む体験しかできないっていうぐらい辛いテストなんですよ で連続して受けるとどんどんダメージがたまっていくっていう声がすごく多いので、まあ、僕はですねあまり最初のうちから TOEIC に力を入れるっていうことはお勧めしていませんもうモチベーションが保ちづらくてテストを受けるのにテストでモチベーションを落ちてしまったら意味がありませんので TOEIC の場合ってなぜモチベーションが落ちやすいかっていうとこういうゲージがねすごく細かく分かれてるんですが1個のテストを全員が受けるっていうのが英検とかキャセ e クと大きな違いなんですね えつまり最低点トイックの最低点は10点からスタートと言われているんですがマックスが990点です。でこの間のレベルがすごい細かく分かれてます。英検で言えば3級順2 2級順1 1級みたいなこの辺の級が全部1個のテストの中にドーンと入ってるんですよ。なのでこのこの辺のレベル。まあ、初中級者ぐらいにいにる人が テストを受けるとこの上の方ですねもう半分以上の部分が全く理解できない状態で2時間という長い時間を過ごさなければならないというのがまあかなり辛いんですよね、まあ、僕もあのすごい記憶があるんですが最初の頃本当辛くてもう試験時間が長いしもうわかんない問題が多すぎて嫌になっちゃうっていうねまだモチベーションが落ちることにつながっていくというのをねそういう経験しましたのでで考えるとやっぱりですねこのトイックは結構 あの初心者中級者にとってはハードルが高いかなと思いますであともう一つはそのビジネス英語が結構よく出てくるので TOEIC の場合だと。なのでえビジネスに興味ない人日常会話にしか興味ないよっていう人にとっては結構苦痛なんですよね。でこの点数を上げるために頑張ろうっていうモチベーションもつながりづらいのでえだったらもうちょっと身近な話題でリスニングとかリーディングとかあと面接もできるっていう点でいうとやっぱり英検かなと思います。 じゃあ英検とキャセックがなぜいいのかねおすすめな理由というのをね3つお伝えしていきますえ。まず1つはレベル別なので、できた感を味わえるということですね。えこれは今 TOEIC との比較になるんですが TOEIC テストはかなり幅広いレベルの人たちが一斉に同じテストを受けるんですが英検の場合だと自分で選んでいくことができますので例えば3級だったら3級の中の問題だけで構成されていますのでできた感というのを味わえるんですよね。なので、例えば、 今年の初め、2022年の初めにとりあえず1回英検3級受けてみようと。で英語始めたばっかだからまだ3級でも厳しいな苦しいなと思ったとしましょうで、まあ、合格できなかったとしましょうでもその後半年1年続けてそこでもう一回受けるとしましょうそうすると明らかな伸びを感じるることができるんできんすよ。なのでそういう意味でこの同じレベルの中で何度もテストを受けられるいうことで でしかもその中で上達実感を味わえるっていいうののが最大のメリットかなと思いますでちなみにキャセックなんですがキャセックはそういう仕組みではなくて1、えー、個問題が正解したら次の問題のレベルがクッと上がるんですね。でこれにもし当たったらまた今度次レベル上がってって感じでその正答率に応じて次の問題のレベルが上がっていきますでもしこれは難しいと思って間違えたら今度ピュッとレベルが下がるんですよ。 っていう感じなので、まあ、自分が正解できるかどうかによって問題が変わっていきますので、まあ、常にこう自分にとってちょうどいいところのレベルですね、えー、プラマイ12ぐらいのところを行ったり来たりしてますので、まあ、このキャセックも、えー、このトイックに比べるとかなり解きやすいというか、まあ、難しいなって思ったらまたちょっと楽になったりとかって感じなので結構ね試験中にモチベーションを保ってくれるんですよね。保ちやすすいいという形です なのでそういう意味でカーセックはすごくあのいいかなと思います。初心者の方にとっても受けやすいかなと思います。もう本当にレベルがピンキリになっていて、この中からコンピューターが選んであなたにぴったりな問題をパッパッパッって出してくるのでね。で2つ目はネット上で受けられるということです。でこれはカーセックの得意分野なんですが、まあカーセックはもともとネットのテストとして開発されましたので、まあ、当然ですねすごく受けやすくなっています。で最近は英検も オオンンンンラライイに対応ししています2021年のの月からかな確からな確完全オンライン化したのがでもちろん紙のテストも受けられるんですがオンラインでも受けられるようになっていてでさらにオンラインの方ですとほぼ毎週末実施していますので紙の方のテストの場合だと年に3回しかチャンスはないんですがオンラインの方だと毎週末受けられますので結構気楽に受けられるなというところがいいと思いますね。 ちなみに英検のオンライン版は試験会場に行ってでそこにあるコンピューターを使って受けるという形ですので、えー、自宅では受けられません、まあ、そこはちょっと違うところですね。でキャセックの方は自宅で受けられますので、まあ、24時間365日いつでも受けられるというねメリットがあります。で3つ目は一度取ったら一生ものというところです。まあ、これはよく TOEIC テストとの対比で言われるんですが TOEIC の場合ですと2年っていうふうによく言われます。 スコアの有効期限は2年ですよというふうな説があるんですが実はこれですねもともとは都育協会がその過去の受験者の人たちに「スコア表を再発行してください」って言われた時の,その再発行するためのデータの保有期限が2年間ですよって言ってたんですよね。 なので2年過ぎちゃったスコアに関してはもしそのスコア付与捨てちゃった場合は後から再発行できませんよって言ってたのがだんだんこう話が膨らんでいって、えー、トイックの有効期限は2年になっているつまり TOEIC でこのスコアが出たらその英語力を保証できるのは2年しかないみたいなふうに、えー、噂が広がってっちゃってそれを信じて企業側も2年以内のスコアを提出しなさいみたいな、まあ、そういうようなね えー、ことをルールルールとして義務付けるみたいなまあ、そういう風になっちゃってるらしいんですよね。ですが、英検に関してはそういう2年ルールみたいなのありませんので、まあ、1回取ったらずっと一生ものという点ですごくいいかなと思います。あと、まあね、英検の場合だとあの症状みたいなのが送られていくんですよね。症状とあとカードですね。合格カードみたいなのが送られてきて、結構これがね。見た目的にかっこいいので。 トイックのスコア表に比べるとデザインが結構こだわっているので、まあ、もらった時の喜びというのもねあります。というところがねやっぱ違いますね。でプリントアウトできますでそのプリントアウトしたものにトイック換算だったら何点ぐらいですよ英検換算だったら何級レベルですよ ってていうのがちゃんんとプリントされてるんですよでそれを履歴書に貼ったりとかしてちゃんとあの仕事の応募とかにも使えるようになってますので、えー、かなりねこれはね使い道はいいと思いますこのキャセックに関してはね、まあ、見た目的にはもちろん自分でプリントアウトしますのでペラペラの紙なんですが、まあ、もしねあの自分の中で高級感を出したかったらちょっとこうあの厚紙でなんか表彰状で使うようなもののいいやつを a z o n で頼んでですねでそこにプリントアウトするっていうのもありかなと思います。そそれれ額に入れて飾るみたいいなねそういう使い方 もできますのでまあ、自分で自由にアレンジできるというのもこのキャセックのいいポイントかなと思いますねというところです一応ねこの3つが僕の目から見て英語学習者にとってですね特に2022年まだね今後コロナ禍が続く可能性があるなという中でおすすめなテストという形です でちなみに TOEIC テストの方はオンラインないのっていう声が聞こえてきそうなんですが一応ですね対応しつつあるという形ですえまだ完全対応という感じではなくてえこの動画を撮ってる現時点では2022年の前半の時点ではえまだ IP だったら受けられるという形ですね IP というのは団体受験です企業とか学校でえまとめてドカーンとやるやつですね そういうい IP に関してでオンラインの場合だとね TOIC の方もこのキャセックみたく次の問題の難易度をちょっと調整してくれるっていうね、まあ、そういう仕組みになってるんですよね。なので TOIC は普通は2時間かかるんですがオンラインバージョンだと1時間で済むというね、まあ、素晴らしい仕組みなんですが残念ながら IP 団体受験でしか受けられませんので、まあ、現時点では個人で申し込む場合は紙のテスト2時間のテストを 申し込んでそして会場に実際に足を運ぶ必要があるというところですねなのでまあ今ねこの状況であんまり外に出たくないと人が集まる場所に行きたくないっていう場合に関してはやっぱりキャセックが一番だと思いますね自宅で受けられるということです でもし知名度の高い英検を受けたいという場合は今は英検もネット上で受けられるようになっていますよと、まあ、自宅では無理なんですが会場に行くことによって、えー、土日ですね、えー、主に週末なんですが週末にネット上でいつでも受けられるようになってますので、まあ、会場に行く手間はかかるんですが、えー、受けるタイミングはすごく増えてますので、まあ、かなり受けやすくなってるんじゃないかなと思います。 はいといとうことでね、えー、以上になります、まあ、こうやってですね英検とかキャセクをうまく活用しながら、まあ、3か月に1回とか半年に1回、まあ、1年に1回でもいいと思うんですが定期的に自分の英語力をチェックすることによって、えー、この海外旅行とか留学に行けないフラストレーションを解消してそして自分の英語力がちょっと上がったなと感じられるそういう体験を積み重ねることができますので、えー、よかったらです、ね、ぜひ今回ですね2022年 英検ととキャセックををフル活用しなながらら自分の英英語力を測っていいいいたただけたらいいかなと思いますで英検に関しては過去問が英検協会のサイトからダウンロードできますので、まあ、無料ですし,、ね、しかもそれはなので過去問をダウンロードして解いてみるのもいいと思いますでそれで「あ結構いけるなこの Q は」って自信がついたら本番を受けてみるというのもありかなと思いますので。 であと、CASEC に関してはかなり受験料も安めになってますので、またこの CASEC に関してはね、CASEC だけで詳しい解説動画というのも出していこうかなと思いますので、よかったらチェックしてみてください。はい。では以上です。Thank you for watching.See you later. スマホでご覧いただいている場合は、動画の右下の逆三角形のマークを押していただくと、こんな感じで概要欄が出てきます。この概要欄には、 英語の効果的な勉強法をお伝えする無料の動画セミナーの情報が載っていますよかったらぜひチェックしてみてください